はい、というわけでですね、イントロたまにはちょっと作ってみたんですけども、カメラバッグね、購入したんで紹介したいと思います。それがですね、こちらの下田デザイン、下田という、バッグブランドですね。そちらの、アクション X50 という、カメラバッグでございます。まあ、いろんなレビューあるんでね、細かい仕様はその辺を、参照してもらえればいいかなと思うんですけども、まあね、F ストップという会社の、バックブランドと結構似ていてですね、なんか一説によるとそちらのエンジニアというかカメラ職人が、立ち上げた別ブランドというか、独立したのかな、なんかそんなブランドみたいで、この後ろのね、ここの部分がバカッと開いて、ICU というね、このユニット、コアユニットというのにアクセスできるような仕様になっております。サイドからもね、一応アクセスできるようになっています。よくあるやつですね。でね、割といいなと思ったポイント。ここがね、SML、XL とあって、ここの、これベルクロになっててね、ここがね、この大きさ、自分の体に合わせて位置を変えられるっていうところですね。あとは、まあ、なんといっても大容量であること。あとね、ここが防水なんですけど、ここがなんだっけな、カーボなんちゃら、かんちゃらリップスティックナイロンみたいな、リップストップナイロンか。うん、裂けないナイロン。ビリビリビリっといかないナイロン生地に何かコーティングしてあって、で、ポリウレタンとかじゃないんですよね。でターポリンっぽいかなと思ったんですけど、ターポリンともまたちょっと違う感じで、もっと薄くてね、いい感じな素材になってます。ターポリンってね、結構折れ曲がってるところが破けてきちゃったりするんですけど、それは多分大丈夫なのかなっていう感じがします。でそこもこうなってて、基本的には防水、撥水ですね。止水ファスナーになってますんで、結構な防水性あるんじゃないかなと思います。まあ、完全防水じゃないんでね、水に沈めるとかさすがに無理なんで、そういう人はペリカンケース使ってくださいって感じですね。で、トップはですね、ロールトップになってて、まあ私結構あるんですけど、こう、行きと帰りで荷物が増えちゃうことがあるんですよね、機材買ったりして。なんで一応荷物が増えても大丈夫なように、こう、ロールトップになって、急な荷物の増量とかですね、ある程度、対応ができるというモデルですね。ここも持てるし、ここにもちゃんと結構強めなハンドルがついてて、横にもね、ここにもちゃんと結構強めなハンドルがついております。でね、これすげえなと思ったのが、三脚入れるとこなんですけど、ここがね、ここボコンと見えないか、ここにね、ポケットが出てくるんですよ。こういうポケットがね、ポケットが出てくるんで、でそれが片方じゃなくて左右あってね、三脚をここにブスッと刺して、ここでパチッと止めて置けるっていうのも結構、いいなと思ったポイントでした。両方あるのは嬉しい。そしてこのね、フロント部分、ここのベルト2つ、これ1本がね、こう通ってるんですけど、ここにも一応三脚をブスブスッと刺すこともできるっていうような仕様になっています。でね、これ早速なんですけども、カメラね、入れてみました。でカメラ開けるときなんですけど、ここね、見て、ここまたいいなと思ったのが、ここね、ハーネスあるじゃないですか、ウエストハーネス、これ両方開いて開けなきゃいけないのかなと思ったら、片開きなんですよね。ここがなんかマグネットのね、結構いい感じな、シャキッと、ここマグネットになってるバックルをスッと外して、これをね、開けます。でバコーンと、でこれは別売りになってますね、このユニット2ので。今、マイクロフォーサスの GH5 マーク2に、カメラのレンズつけたのがここに入っていて、に、その他に、ね、レンズが 21mm、50mm、 あと、ルミックスの8-18と、12-26 と、50-200、あとオリンパスの12-100っていう、まあ、超定番のレンズたちが入っていて、さらに、それの50-200用のコンバーター、2倍のコンバーターと、あと XLR のオーディオユニットなんてのも入って、まだまだもう1本ぐらい入るかなっていう感じです。よいしょ。ここにはね、ノートパソコンも入ったりするんですよね。いや、マイクロフォーサーズだからね、レンズがちっちゃいので、すげえいっぱいレンズを入れることができますし、まあ、ボディも入れるように
入れることができるかなと思います。これ何が良かったってやっぱね、こうハーネスが邪魔になるのがどうしても気になってたんですよ、背面開けるタイプってね。なんですけどこのタイプだとこのウエストハーネスっていうのはもうこっちに全部ねいなくなってしまって、ここがすごいスッキリするんですよね。ちょっと狭くて申し訳ないですっていうのが結構気に入ったポイントでした。はい、でさっきも言ったんですけども、こちらねサイド部分がパコッと開きますんで、こっからねカメラを取り出すこともできるっていう、設計になってます。でまあ初感なんですけども、まあ、このカメラね、このカメラバッグ、軽い、すごい軽いっす、めちゃくちゃ軽い。うん、本体自体にクッション性は特にない、まあ PC のところがねあるんですけど特にないので、まあ本体自体がすごい軽いなっていうのが第一印象で、 ICU のユニット、このカバー自体も特に重い感じではなくてね、仕切りも最低限のクッション性というか、まあ必要十分な感じのクッション性があるような仕切りになってて、ただフレームは割とがっちりしてるんで、こう重さとかでねこう簡単に潰れたり崩れたりしないような形になってるのがすげえいいなと思いました。高いだけある、うん、結構高いんですよこれ。セットでね6万ぐらい、6万超え、6万5000円ぐらい、割とハイブランドの高級バッグ、買えないかそれは買えないか、うん、ちょっと高めのねバッグ買うぐらいのお金かかるんですけども、割といいお値段するカメラバッグということでね、これからちょっと使っていきたいと思います。はい、そしてですね、この間紹介したこの、はい、シンクタンクフォトの、フリーウェイロングホール、私この50というのをね昔クラウドファウンディングで買ったんですけれども、こちらがですねなんと今日から、銀一さん取り扱いでですね正式に発売されたということです。これめちゃくちゃねケーブル入れたりなんか物を適当に全部ぶっ込んでくのにとても便利なバッグ でちゃんと上もね蓋できるしね、蓋なしでも使えるし蓋ありでも使えるし、めちゃくちゃ使い勝手いい、バッグになってます。ただまあ電車移動は割ときついかな、車とかね、やるときには結構いいバッグだと思いますんでね、皆さんよかったらチェックしてみてください。というわけで今回は、カメラバッグ、買ったカメラバッグですね、シモダのアクション X50 というカメラバッグの紹介でした。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。